阿蘇市黒川の高崎勝也さんの家では、家族3人で伝統の柿餅を作っています。砂糖を入れてついた餅を2日間ほど寝かせ、食紅で鮮やかに色をつけたものを厚さ4ミリほどに切っていきます。そして紐を通して家の中で40日ほど乾燥させると柿餅が出来上がります。阿蘇地方では湿度と気温が低いこの時期に保存食として柿餅作りが行われていますが、年々作る家は減っているということです。今の時期に乾燥させて手入れがいいとですね、もう1年経ってもどんなにも並んで食べられます。高崎さんは今後もこの風習を続けていきたいと話しています。